アルバコア。アルバコアは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の7番艦。艦名は、マグロの一種ビンナガ,ガマグロにちなむ。その名を持つ艦、アセスアルバコアとしては2隻目。アルバコアは1941年4月21日に、コネチカット州クロトンのエレクトリックボートで寄港する。1942年2月17日にエールウィン。 カイ夫人によって浸水し、艦長リチャード・クロスレイク少佐、アナポリス1929年組の指揮下、1942年6月1日に収益する。その後、パナマ運河地帯を経由し8月12日に真珠湾に到着した。8月28日、アルバコアは最初の紹介でトラック諸島方面に向かった。9月5日、 アルバコアがパラワ干渉を偵察すると、干渉内には5000トン内い8000トン級輸送船、1000トン級護衛艦、および300トン級小型船が停泊しているのを発見する。しかし、絶好の工事も干渉内にいては攻撃もできなかった。バナバ島とナウルを偵察の後、トラック北東海域の小区に到着後、9月13日朝にはの地点で2隻の輸送船を発見。 戦闘配置を例して先行し、最初の目標に向けて、魚雷を3本、続く目標に魚雷を2本それぞれ発射。2番目の目標に向かった魚雷が命中し、目標を撃破したように見えた。10月1日夜、アルバコアワの地点でタンカーを攻撃するため浮上。まず魚雷を2本発射するが外れ、続いて、もう2本発射して2本とも命中したように見えた。 三度目の攻撃では魚雷を一本だけ発射したが、命中せず、翌10月2日未明には魚雷を二本発射したが、これも命せず、タンカーはいくらか沈んだように見えたが、少なくとも自力航行は可能だった。10月7日、トラック近海で浮上航走中の E21 を発見。4000メートルの距離で、潜望鏡観測中に相手に発見されてしまう。E21 は、 アルバコアの方向へ監視を向けてきたため攻撃を諦めた。10月9日にはの地点で最上型重巡洋艦特逐艦に護衛された昇格航空母艦と目される艦艇を発見したが、警戒に隙がなく空母に8000ヤードまで接近するのがやっとで、最終的には攻撃を諦めざるを得なかった。翌10月10日後に、の地点で4000トン級輸送船を発見し、 まず魚雷を一本だけ発射するも命中せず、ついでもう一本発射して命中させ、乗組員は12分後に轟いた二つの爆発音で目標を撃沈したと断した。10月11日は午前中から新震度先行を余儀なくされた日だった。15時48分に潜望橋震度に浮上したアルバコアは2隻の駆逐艦と哨戒機を発見。 ほどなく三隻目の艦艇がやってきて、アルバコアの頭上を頻繁に航行し、そのスクリュー音はアルバコア全体に響くほどだった。アルバコアは無音先行でじっとするしかなかったが、7時間後には艦艇はどこかに去っていた。アルバコアは浮上し、翌日ミッドウェイ等に進路を向けた。この紹介中、アルバコアは、接敵機会こそ複数あれど、いずれも結果には繋がらなかった。 基との10月14日から15日にかけては、ウジェラング干渉とエニウェトク干渉を先行偵察した。10月20日、アルバコアは53日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。海装でエリコン 20mm 機関砲が搭載された。11月11日、アルバコアは2回目の紹介で、ソロモン諸島、ニューギニア方面に向かった。 ニューブリテン島とニューギニア島岸を結ぶ海域を紹介。11月24日夜、アルバコアワのニューギニア島、マダン近海で輸送船と護衛艦を発見し、艦尾発射艦から魚雷を2本発射したが、命中しなかった。2日後の11月26日夜、アルバコアワの地点で4隻の駆逐艦を発見し、浮上して、さらなる確認を行う。ところが、駆逐艦の1隻が、 アルバコアを発見したらしく反転して爆雷攻撃を行い、この攻撃でアルバコアは機密室とケーブルの周囲にいくつかの破行を生じた。2時間後、一連の爆雷攻撃は収まった。アルバコアは昇海海域をビティアス海峡寄りにシフトした。12月13日夜にはの地点で3隻の駆逐艦を発見した。絶好のチャンスが到来して、 魚雷を三本発射したが、またもや攻撃は失敗に終わった。12月18日、アルバコアはマダン沖に到着した。ほどなくして、アルバコアは輸送船特築艦で構成された輸送船団を発見した。この船団は、ニューギニアの戦いの一環である無謀作戦で、マダンを攻略る日本陸軍部隊を輸送していたものであり、二隻の特設巡洋艦、愛国丸、 大阪商船一万四百三十七トンと五国丸大阪商船一万四百三十八トンが船団の中心で軽巡洋艦天竜と駆逐艦磯波、両風、嵐を、天がこれを護衛していた。輸送船団は直前の B-17 の空襲をくぐり抜けてきたところだった。暗闇が降りた頃、アルバコアは マダン沖の白地に入りつつあった6000トン級輸送船と駆逐艦に対して、巨雷を4本発射。20時25分、巨雷は6000トン級輸送船と駆逐艦ではなく、臨境陣の外側にあった天竜の中央部に2本が命中。天竜は2時間半後の23時頃にの地点で沈没した。天竜撃沈は、第二次世界大戦におけるアメリカ潜水艦による、 最初の軽巡洋艦撃沈だったが、攻撃当初は6000トン級輸送船を撃沈したと判断しており、天竜撃沈が認定されたのは、攻撃から1年近く経ってからのことだった。磯波と両風が天竜の生存者を救助中、アルバコアは魚雷を2本発射。魚雷は命中せず、磯波と両風が反撃してきたが、アルバコアは反撃をかわして逃げ切った。 12月30日、アルバコアは49日間の行動を終えて、ブリスベンに帰還。エンジンを修理した。1943年1月20日、アルバコアは3回目の紹介で、ニューギニア、ビスマルク海方面に向かった。1月26日未明の地点で2隻の輸送船と2隻の苦戦点を発見し、3000トン級輸送船に対して、 魚雷を2本発射したが命中しなかった。1月28日夕国に、モノセントジョージ海峡で800トン級の日本、潜水艦を発見し、魚雷を3本発射して1つの爆発音を聴取したが、目標が沈んだ様子はなかった。2月以降は、トラックとカビエン艦の交通路、ついで、ウェワクとパラオ間の交通路に転じて、紹介を続ける。2月7日に、 ウェワクを偵察するも、戦影は一つもなかった。2月20日、アルバコアワのマヌス島沖で、白鷹級不接艦と思われる艦船と、それを護衛する駆逐艦及び護衛艦を発見。これらは、ラバウルからウェワクに向かう輸送船団だった。明け方近く、アルバコアワ、駆逐艦に対して3本、白鷹級不接艦に対して、魚雷を2本発射し、最初の魚雷のうち1本が、 駆逐艦大潮に命中し、航行不能となる。続く攻撃で、アルバコアは、航行不能の大潮に対して、魚雷を1本、両艦の浅潮に対して、魚雷を2本発射したが、すべて外れた。大潮は浅潮に栄光されたものの、翌11日に船体が切断し沈没した。アルバコアは当時、白鷹級不接艦を撃沈し、大潮を撃破したと判断したが、 戦後に修正された。翌日以降も、アルバコアは、タンカーや、数隻の貨物船、駆逐艦と目標には恵まれた。2月23日未明にはの地点で、高速で走り回る駆逐艦に対して、魚雷を計4本発射したがすべて外れ、同じ日の午後にはの地点でインコ型給油艦だと判断されたタンカーという操船に対して、魚雷を2本発射したが、これも命中しなかった。 2月28日に、モノ地点で2隻の輸送船と1隻の苦船艇からなる輸送船団を発見し、輸送船に対して、巨雷を2本ずつ、計4本発射したが命中しなかった。3月11日、アルバコアは50日間行動を終えて、ブリスベンに帰島。カムドックで整備された。4月6日、アルバコアは4回目の紹介で、ニューギニア、ビスマルク海、 ソロモン諸島の各方面に向かった。紹介期間の前半は、カビエン近海で紹介し、4月15日朝にの無双、島近海で輸送船団を発見の地点に至り、魚雷を4本発射したが、命中しなかった。そのゴラバウルに至る交通路を紹介した。4月23日、アルバコアワの地点で目標を探知する。追跡して確認すると、 目標は2000トン級輸送船であり、朝になってからの地点で魚雷を3本発射したが、この攻撃も成功しなかった。4月29日にはの地点で、病院専用紙の丸、日本優先、8990トンを確認した。5月26日、アルバコアは50日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長が、オスカー・イー・ハグベリ少佐。 アナポリス1931年組に変わった。6月16日、アルバコアは5回目の紹介で、ビスマルク海、ソロモン諸島方面に向かった。7月12日、アルバコアはの地点で4隻の輸送船団を発見し、巨雷を3本発射して3700トン級輸送船に1本が命中したと判断される。この輸送船団に対しては、 翌7月13日には5000トン級輸送船と手追いの3700トン級輸送船に対して、巨雷を3本ずつ、計6本発射したものの、これは命中しなかった。追撃は7月14日まで続き、近在のグルーパーとドラムと連携して戦団を追ったが、最終的には見失った。7月19日にはの地点で2隻の輸送船を発見し、 最初の4500トン級もしくは6400トン級輸送船に3本、2番目の輸送船に2本の魚雷を発射し、4500トン級もしくは6400トン級輸送船に魚雷を1本命中させて、撃破を報じたが、最終的な確認が取れなかった。7月31日、アルバコアは45日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。潜水母艦に横付けして、 整備を行った8月23日、アルバコアワ6回目の紹介で、ビスマルク海、ソロモン諸島方面に向かった。8月31日、アルバコアワの地点で、日本の旅行潜水艦を発見し、完璧な接敵の末に魚雷を3本発射したが、命中なかった。9月4日、未明、アルバコアワのポンペイ島沖で2隻の護衛艦がついた2隻の 輸送船団を発見して、魚雷を4本発射し、3本が、特設砲艦ピョンヤン丸、朝鮮優先、2627トンに命中して、ピョンヤン丸を2分で撃沈した。アルバコアは、この輸送船団を追跡し続け、4日夜には5000トン級輸送船に、対して、魚雷を3本発射したが命中しなかった。トロール船回送の護衛艦が関西砲で、 反撃してきたが追撃を続け、翌5日明け方にはの地点で、特設運送船、北明丸、大阪商船、4211トンに対して、巨雷を3本発射して1本命中させたが、不発であった。9月6日未明の地点でこの輸送船団に対する最後の攻撃で、輸送船に対して、巨雷を3本発射したが命中しなかったが、明け方には、 敵への姿は見えず一連の攻撃は終わりを告げた。アルバコアは9月10日に紹介会域を撤収し、9月15日に、ツラギ島に寄港した。9月26日、アルバコアは26日間の行動を終えて、ブリスベンに寄港した。10月12日、アルバコアは7回目の紹介で、ビスマルク海、ソロモン諸島方面に向かった10月25日午後、 アルバコアはの地点で大型輸送船と2000トン級輸送船を発見し、夜に入っての地点に立ったところで魚雷を6本発射したが命中しなかった。11月6日にはの地点で病院船を確認。夜に入り、アルバコアは同海域にあったスティールヘッドが発見した輸送船団についての警報を受信し、その情報に基づいて日本船団攻撃に向かった。 11月8日、アルバコアはの地点で情報にあったであろう、輸送船団に接近しつつったその時、第5空軍の B-25 が突然、アルバコアを爆撃。アルバコアは軽いダメージを受けたものの先行し、紹介任務を続行したが、この誤爆と回避により、船団との接触を失った。二日後の十一月十日未明の地点を航行中のアルバコアは再び遊軍機の 誤爆を受け、先行しかけたところには下段が命中。被害は大きかった。補助電源がすべてストップし、メインの吸気弁が爆撃により破損。そこから海水が流入してきた。アルバコアは、浸水によりは140メートルの深度まで、沈下してしまった。その後2時間半、アルバコアはトリムがおかしくなった関係で10メートルの、先進度と120メートルの深々旅を何度も、 浮いたり沈んだりした。懸命の修理の結果、アルバコアは再び浮上することができたが、念のため再度先行して、修理を続行した。アルバコアは、紹介を続け、11月5日と11日のラバウル空襲及び、11月12日のスキャンプによる攻撃で大破した、軽巡洋艦アガノに止めを指すよう命令を受けた。アルバコアは11月12日夜にの地点で、 アガノを含む艦隊を発見し接近したものの、護衛の駆逐艦から4時間に及ぶ爆雷攻撃を見舞われ、止めを差し得なかった。11月25日にはのパラオ沖で輸送船団を発見し、2度にわたり、魚雷を計7本発射して、陸軍輸送船県山丸広告機船4704トンに2本命中させて撃沈した。12月5日、 アルバコアは54日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長が、少佐、アナポリス1927年組に変わった。12月26日、アルバコアは8回目の紹介で、ビスマルク海、トラック諸島方面に向かった。1944年1月4日から5日にかけては、ツラギ島で補給を受けた。1月11日夕刻。 アルバコアワの地点で目標を発見し、1月12日朝に最初の攻撃で魚雷を2本発射するが命中せず、夕方になってのトラック南方海域で魚雷を6本発射し、1本が特設運送船第2号長江丸東亜海運2625トン命中して撃沈し、栄光していたハヤブサ艇一石も道連れにした。2日後の1月14日、 アルバコア川の地点で、パラオ東方海域で2隻の駆逐艦を発見す。この駆逐艦は、3隻の特設運送船、旧湯、国用丸、国用、汽船、126万トン、日本岸、山下汽船、9971トン及び、県用丸、国用、汽船、124万トンを出迎えるためラバウルから、会合地点向かっていたサザナミとアケボノであり、 接近が早かったため艦首発射艦を差し向けることはできず、艦尾発射艦の魚雷で攻撃することとなった。アルバコアは魚雷を4本発射し、うち2本がサザナミに命中して、サザナミは船体を3分されて沈没した。近くにいたガードフィッシュから目標の沈没を聞かされた後、59発に及ぶ爆雷攻撃が終わるまで池を潜めることとなった。 戦団自体への攻撃はガードフィッシュとスキャンプに委ねられ、ガードフィッシュがケンヨー用丸をスキャンプが日本岸を撃沈した。アルバコアは1月23日に一旦、懲戒海,海域を離れて、ツラギ島に向かい、同東で補給の後トラック近海の懲戒海,海域に戻った。アルバコアは2月10日にミッドウェイ島を経由して、真珠湾に帰島するよう指示を受けた。2月22日、 アルバコアは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。3日後に本国に開港され、メアアイランド海軍造船所でオーバーホールを受けた。オーバーホール後に、真珠湾に戻ったアルバコアは、その道中で、シャードと訓練を実施し、5月13日に真珠湾に到着した。到着後2週間もの間、アルバコアは次の紹介に向けて、整備と訓練に従事した。 5月29日、アルバコアは9回目の紹介で、マリアナ諸島方面へ向かった。この紹介は、結果的に、アルバコアの間歴のうちで最も有名かつ栄光あるものとなった。この紹介では、艦船攻撃とサイパン島を攻撃予定の第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将を支援する任務を課せられていた。6月11日、 アルバコアは、洋島近海でに輸送船団を発見したものの、航空機の制圧を受け先行を余儀なくされ攻撃は、できなかった。この間、一つの動きが起こりつつあった。6月13日、レッドフィンによる、小沢寺サブロ中上機関の第一、機動艦隊以下日本艦隊出撃の砲を受け、太平洋艦隊潜水艦部隊司令部は、艦隊の予想深度上にある、 潜水艦に予想海域に向かうよう加齢した。フライングフィッシュシーホースからの情報をもとに潜水艦がマリアナ諸島西方海面に集まってくる。最初に第一機動艦隊に接触したのはカバラ、であった。カバラは第一機動艦隊の補給船団を追撃するうちに戦艦山と武蔵空母トセを含む艦隊を発見したが、 駆逐艦に発見されて制圧される一時被体の後、浮上し艦隊発見を打電。6月19日未明、カバラはついに第一機動艦隊の主力を発見した。その方を受け、数隻の潜水艦がその方向に向かったが、そのうち最も第一機動部隊に近かったのが、アルバコであった。アルバコアは6月18日に方を受け、マリアナ諸島の西南海域に位置していた。 6月19日7時50分、その少し前の7時16分に、一式陸上攻撃機と、オボ式航空機を発見して先行していた、アルバコアは、左限前方1万3000ヤード、約11.8キロの距離に空母と従順命艦、駆逐艦を、戦防鏡越しに冒険し、ほどなく右限側にも、空母を発見した。この時、左限に見えたのが昇格であり、 右限に見えたのが新英空母大砲であった。アルバコアは徐々に距離を詰めたが、それでも5300ヤード、約4800メートルぐらいの距離はあった。駆逐艦も戦望橋の視界内に入ってくる。8時10分、諸計算をに委ねた、アルバコアは、どれかが当たるだろうというアルバコアのブランチャード艦長の、運に、その可能性にかけて、の地点で大砲に向けて、魚雷6本を発射した。 大砲発艦直後の水星一機が大砲に向かってくる魚雷を発見し、体当たりを試みたが失敗し海中に突入した。アルバコアは即座に新深,深度先行で飛退したが、直後から三隻の駆逐艦から25発もの爆雷攻撃を受けた。六本のうち五本は距離が遠すぎて大砲の後方をかすめ去ったが、残った一本は大砲の右辺全部に命中した。 アルバコアでは大砲に魚雷を命中させた一つの命中音やちょっとした爆発音を確認し、これは6番目に発射した魚雷によるものと判断した。しかし、大砲がどうなったのかは一切わからなかった。ましてや沈むとは誰も考えていなかった。アルバコアのブランチャード艦長も絶好のチャンスを逃したと考えていた。そして、これは司令部でも、 同様の考えであり、この時点では暗号解読でも、昇格の沈没しか確認できなかった。戦火は、昇格型空母一石撃破として処理された。アルバコアは12時に浮上し、ヤップ島とウルシー干省方面で、パイロット救助任務に従事した。6月30日には、ファイス島の臨ン,ンジオ生産施設に対して、午前と午後に一度ずつ、艦砲射撃を行い、 7月2日にヤップとパラオ間の交通路の紹介に転じた。7月3日、アルバコアワの地点で木星規半戦ンー A マル共同水産130トンを発見。タイ A マルにはヤップ島からパラオへの疎開者78名が乗船していた。アルバコアワ4インチ砲と機銃で後方からタイ A マルを攻撃して炎上させ撃沈した。 やがて航空機が飛来してきたので先行し、浮上後に女性と幼児の生存者を救助した。この際、日本側に救助された、大英丸船長らの証言によれば、アルバコアの乗員は海中に放り出された疎開者にして、発砲したり、棒でつついたりして、虐殺を楽しんでいたように見えたという。ことが表沙汰になると、日本側の新聞は、この、 残虐行為に対して非難する記事を書き立てた。7月15日、アルバコアは48日間の行動を終えて、マジュドに帰島。この時、アルバコアの本当の戦果が伝えられた。アルバコアの魚雷が命中した大砲は、魚雷命中による損傷により漏れたガソリンが、艦内に充満して気化し、これに因果爆発して、大火災を起こし沈没していた。暗号班は、 大砲の状況がなかなかつかめないでいたが、マリアナ沖海戦後に捕まえた日本海軍の捕虜から大砲沈没の情報を得た。ただし、大砲を新しい空母とは思わず、あくまで小格型空母一石撃沈として評価された。アルバコアは潜水母艦ブッシュネルによる整備を受けた。8月8日、アルバコアは10回目の紹介で日本近海に向かった。 文後水道と紀伊水道の間の四国南方海域で紹介。8月21日未明、アルバコアワの沖の島で2つの目標を探知し、相手が何かわからないまま浮上攻撃で魚雷を3本ずつ、計6本発射した。魚雷は、対戦相当中の特設苦戦艇信仰丸、日本海洋漁業、88トンに向かっていったが、信仰丸はこれを回避した。 翌8月22日夜に、モノ地点で、レーダーで目標を探知し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。9月3日、アルバコアワの潮の岬近海で輸送船を護衛していた艦艇に対して、魚雷4本発射したが、これも命中しなかった。9月5日、午後、アルバコアワの高知県先浜沖2キロの地点で、富士機の救援を行っていた、輸送船新月丸。 日本製鉄、880トンを発見し、魚雷を3本発射して2本を命中させて撃沈した。翌9月6日にはの潮の岬280度10回里の地点で、特設総海底第3エグ丸マル、日本近海基線198トンを発見して、魚雷を4本発射し、1本を命中させて撃沈した。9月11日に、 モノブカジマの189度27海里の地点で、収益して間もない第165号億戦特務艇に、対して、巨雷を3本発射し、1本を命中させて撃沈した。9月25日、アルバコアは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、QR リマー少佐、アナポリス1937年組に変わった。10月24日、 アルバコアは11回目の紹介で日本近海に向かった。10月28日にミッドウェイ島で給油した後三陸沖に向かったが、それ以後通信が途大行方不明となった。帰島予定日である12月10日になっても帰島しなかったため、12月21日に防室が認定され、1945年3月30日に除籍された。これより先の十一月七日、 一隻の潜水艦が日本沿岸で植来して沈没していい。これがアルバコアだった。アルバコアは第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を第2回、3回、8回、9回目の紹介で主君部大賞を受賞した。官名は後実験潜水艦アルバコアに引き継がれ生き残った乗員が命名式に立ち会った。日本側の主たる記録である 大港防備隊が編集した、敵潜水艦撃沈確認商法第1号、1944年11月15日作成、によると、アルバコアの最後の主催は、以下の通りであった。1944年11月7日、この日の津軽海峡近辺の天候は曇りで、視界は15キロ。北西の風が吹き、風速は8メートルであった。海上はややがあったが、 対戦官邸が紹介するには特に問題はなかった。7日11時半ごろ、津軽海峡東口江山三崎東大20度6階里付近を紹介中であった第28総海体所属の特設総海体第7福江丸万千運輸282トーンは三張り員がしばしば船望郷のようなものを発見たもののすぐ見失っていたのでさほど気にも留めていなかった。 12時頃には船体にわずかな衝撃を感じたが、船体にも周囲の海面にも特段の変化は認められなかった。第7福江丸は進路を南に固定し7ノットの速力でジグザグ航行しつつ対戦紹介を実施していた。12時35分、第7福江丸が江山三東大105度3.5回の地点を航行中に 左限後方170度2500メートルの地点から水中爆発音を聴取、それと同時に爆雷の爆発音のような衝動を船体に受けた。また、下北半島桑畑、青森県風間浦村の防備栄所が水中上温機で52度約40キロの方向から2発の水中爆発音を観測、その方向に黒煙が上がるのを確認した。同じく、江山見張り所でも、 嫌い爆発音を聴取した。第七福江丸では、水中爆発音聴取と同時に即座にその方向を見ると、推定10メートルばかりの盛大な水柱を確認し、0.5秒の間隔で2つの大きな爆発音と船体への振動を感知した。この時、黒色のセンダーらしきものが一瞬見えたがすぐ消え去った。潜水艦が嫌いに触れたことを確認した第七福江丸は、 おもかじに反転し措地点に急行。爆発地点の直上付近で、約1時間探査を行った。この頃には、大港航空隊の航空機も飛来し、多数の浮遊物を確認した。現場では、約5分間気泡の噴出が収まらず、重油流出も7分後から確認され、梅干し台の油泡が無数に浮かび上がっていた。第7福江丸は、油泡の中に、 看板の木片、ベッド、書籍、タバコ、衣服や洋食などが多数浮上してくるのを確認。一部を参考品として回収した。以下に挙げるのは、その回収品である。第七福江丸は、以下の物品を引き上げ基地に寄祷した。この海域で、同時期に撃沈された、潜水艦は他になく、アルバコアの戦没は、ほぼ確実とみられる。 アルバコアが触れたと思われるキライは、1943年11月8日に、付設されたキライを1944年7月22日に補強しもので、キライは13メートルないし15メートルの深度に93式ライ250個が付設されていた。アルバコアの植来位置は、江山三崎東大105度3.5回里の地点であった。アルバコアの最後の瞬間を、 直接見た第七福江丸は戦争を無事生き残り戦後は傾光丸と解明して瀬戸内海方面で1979年頃まで貨物船として活動した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。